白雲の章、天魔の説、深淵の玉座。ファーガスの北の地は吐く息も凍る寒さに包まれ、アドラステアの南の海でさえ冷たい風が吹きつける。空から天魔の羽とも見まごう雪が舞い落ちると、フォドラの首飾りは真珠より白くなり、険しい喉元をさらに険しくするのである。レア、話してくれ。君は私に何を隠している？あの者の姿は何だと言うんだ？あれではまるで。ですから今言えることは何もありません。今節の終わりにジェラルトの日記を読んだ。彼の部屋で偶然見つけてね。日記には彼がここを出て行った理由も記されていたよ。火災で死んだとされていた赤子、それがあのものなんだろう。彼は君が赤子に何かしたのだと気づき、ここを出て行くと決めたんだ。君は赤子にあのものに何をした？まさか禁忌に触れるような行いは。セテス、間もなく人が来ます。これ以上はやめてください。私はあのものを聖母へ連れて行きます。そこで私の望みは達せられるはずです。幼い頃私はあそこで確かに彼女の声を聞いたのですから。入りなさい。待っていましたよ。あなたは主より力を授けられました。ならばまず訪れるべき場所があります。聖母に行き、主の啓示を受けなさい。聖母は女神の眠る場所。この大修道院はもともとそれを守るために建てられたものだ。限られたものしか知りませんが、聖母にはセイロスにまつわる伝説があります。かつて女神より力を授かった聖セイロスは聖母にて啓示を受けたというのです。フォドラの民を救い導くため、その力を正しく使うようにと。かつてセイロスに与えられた主のお言葉はきっとあなたにも下されるはずです。聖母に赴くといい。なぜ君がその力を得られたのかわかるかもしれん。聖母にて主の啓示を受ける儀式を行います。あなた方の学級に与える今節の課題です。セイロスが啓示を受けた際、その傍らには聖戦士らが控え見守っていたといいます。あなたに導かれ共に戦ってきた生徒たちは儀式の場に立ち会うにふさわしいはず。もちろんセイロス聖教会の首長として私も儀式を見届けるつもりです。聖母は封じられた神聖なる地、案ずることはありません。仮によからぬことが起きようとも、私とて己が身を守るくらいはできるつもりです。いろいろと変化もあったが、君の役目は変わらない。儀式まで気を緩めず生徒たちを教え導くように。なんだか不思議な気分だな。そういえばさっき町に出てきたんだが、いつもより心なしか人が多い気がしてね。
今節は祭事の予定なんてなかったはずだが。足りんな。力量の差は測れたかね。直してきたまえ。おっと。勉強が足りんな。直してきたまえ。ほう。おい、悪いことは言わん。早くあのイノシシを檻にでもつないでおけ。上の空なのか知らんが、剣も制裁に欠く。あのまま放っておけば死にかねんぞ。クロニエ、ソロン、奴らが死んでもまだ敵は残っている。死神騎士、そして炎帝、再び剣を交える日も近いのかもしれん。楽しみだ。頼む先生、お前の口からも殿下に休めと言って差し上げてほしい。だから大げさだ。顔色が優れないから休めなどと。多少の頭痛はあるが、ただの寝不足だ。今節の課題をこなすのに支障はない。殿下、先生もこう言っているのです。せめて課題までの間だけはお休みください。断る。床に着いたところでどうせ休まらない。髪の色、目の色もレア様に少し似てますよね。いいな。僕も頑張ったらそんな色になれるのかな。先生みたいに変な場所に飲み込まれて脱出すればいいのかな。時々考えるのです。ガルグ幕を出ているべき場所に戻るべきではないのかと。いつまでも向き合うべきものに背を向けたままではいられない。申し訳ありません、くだらぬことを。
年寄りの戯言だと聞き流してください。そういえば今節の課題にはレア様も同行されると聞きました。あの方はフォドラの民の心の支え、万一のことがないよう頼みます。届けていただきありがとうございます。ちょうど困っていたところでした。何か、いや、クロニエは死んだ。ソロンもまた君の手で。他でもない、君の手で敵討ちが果たされて、きっとジェラルト殿も喜んでいるだろうね。前節の戦いで敵の戦力は相当削れてると私は見てるけど、遠征をはじめまだまだ足取りのつかめない相手もいる。さっさと奴らをぶっ潰して平穏な大修道院を取り戻したいね。それにしても嫌な空気だ。根拠はないが戦いの匂いがする。お、私のだな、これ。ありがとな、見つかってよかったよ。先生のその変貌ぶりを見たら師匠も驚いただろうね。しかも今節は聖母での儀式があるんだって。まったく、何がどうなってるんだか。あんたなら大丈夫だと思うけど、この先何があろうと自分を見失うなよ。姿を変えようと、どんな力を得ようと、あんたはあんたなんだからな。やたらと長生きするやつがいたり、髪の色が変わるやつがいたり。フォドラってのは人外魔境か。英雄の遺産もあるしな。さあな、知りたきゃ行ってみるといい。おすすめは帝国よりさらに西だ。助かった、よく私のものと分かったな。用があって執務室の近くを通った時に、レア様とセテスさんが言い争ってるような声が聞こえたんだ。と言ってもセテスさんが一方的にレア様を問い詰めてる感じだったけど。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。しかし先生には異常ありですね。一瞬不審者かと思いましたよ。勘のいい自分はすぐに分かりましたけどね。はは、これは先生が新たな力を手に入れたのだと。力を授かっただなんて、やはり先生は特別な方だったのですね。もしやセイロス様も啓示を受けた後は先生のように姿形が変わったのでしょうか。私の知る限りだとそういう話は聞いたことがないけれど、伝承や神話に語られていないだけでそうだったのかもしれないわね。セイロス様にはその力を正しく使い民を救い導けと啓示が下ったそうですが、
先生にはどのような啓示が下るのでしょうね。今でこそ生徒として扱っているが、ここを卒業してしまえば雲の上の王侯貴族。あんたあんまり舐めた態度をとっていると、そのうち職をなくすかもしれないぜ。なんて、生徒たちの顔を見ればそんなことはないだろうってのはわかるよ。教え子たちが卒業しても仲良くやれよ。あんたは先生なんだから。また強くなったんだよな。くそ、目標が遠いぜ。けどそれでこそ先生だ。これからも俺たちを指導してくれ。もちろんそのつもりだぜ。俺は先生にだっていつか勝つ。先生また強くなったんだよな。くそ、目標が遠いぜ。けどそれでこそ先生だ。これからも俺たちを指導してくれ。間違いなく俺のもんだ。助かったぜ。ありがとな先生。かつて聖者セイロスは死より啓示を授かり大いなる力を得たとか。先生も聖者セイロスのように。でも啓示を受ける前に先生ってば変身しちゃってますよね。変身したってことはもう何か力を授かったってことじゃないのかな。では儀式を受ける啓示とはどのような。その力でフォドラの民を救うのです、みたいなお言葉を授かるだけじゃない。でも女神様の声が直接聞こえてくるとか、さすがにありえないかも。先生無事ですか？ハンネマン先生に何かされてません？なら僕が何かしたい。あ、いや、やっぱり調べさせてほしいなって。だって紋章の力にしてもさすがに限度ってものがありますよ。レア様の言う女神の加護っていうのもなんだか個人的にはしっくりこないな。目の色、先生の身に何が起こったんですか？まさか何かの力を得た代償として何かを失ったというようなことは。そうですか、安心しました。あの、無理はしないでくださいね。あ、それ私のです。見つけてくれたんですね、ありがとう。そうですね。
ーデルガルトもヒューベルトも今節は異様に忙しそうにしているな。たびたびガルグマクを出て帝国で何かをやっているのか。エーギル家の嫡子である私には何の情報も入ってきてはいないのだ。何かあれば父が言ってきそうなものなのだが。なんだか本当に別人みたいになっちまいましたね。いやいや、ちょっと慣れないだけでよく似合ってますよ。あれ、そいつは俺の。すいません、助かりましたよ先生。普通じゃないとは思ってたが、いよいよ人間離れしてきたな。この変貌は何かの契機に過ぎない。こっからが本番。そんな気がしないか。あなた、先生。ああ、あの、何も心配することはないのですよ。あなたは主の力を授かったのですから。父ジェラルトの死を乗り越え邪悪な敵を滅ぼした、そんなあなたを私も誇りに思っています。あとは聖母で儀式を行えば全てうまくいくでしょう。そうだな。君か。少し考え事をしていてね。すまないが、今は一人にしてくれないか。そこに全く気づかなんだぞ。いや、実はジェラルト殿の遺品を整理していたのだが、懐かしい品が次々と出てきてな、なかなか進まんのだ。しかし次にこの部屋を使うのは
誰になるのだろうな。おお、これは私のではないか。探していたのだ。恩に着るぞ。おお先生、私に何か頼みでもあるのか。貴殿の頼みとあらば、このアロイス、できる限り力になろう。何、課題？はっはっは、任せておくがいい。どんな小さなことだろうと遠慮は無用。貴殿の力になると亡き団長に誓ったのだ。ギクシャクしている気がしますの。レア様が聖母で何をするつもりなのか分かりませんけれど、それが終わったらまた元のように仲良くなりますでしょうか。先生、君は一体何者なのだね。本当にその姿形は炎の紋章のせいなのか。残念ながらネメシスの髪や瞳の色が変わったなどという記録は確認できない。君の変化が紋章の力の一端であるというのであれば、これは格別な発見となる。さあ脱いでくれ。いやすまない、体の他の部分に変化がないか見たかっただけなのだ。ガルグマクの地下にそんなものが。何年もここに勤めているのに初めて知ったわ私。でも分からなくはないわね。だって不思議だったもの。フォドラの中央とはいえこんな山奥よ。わざわざ修道院を築く理由がないわ。それにしてもこの修道院ができた頃はまだ王国も同盟もなかったのよね。よくぞ帝国、王国、同盟のちょうど間、ど真ん中になったものよね。最近、なんだか先生が遠いなって感じるんですけど。雲の上の人っていうか、人間離れしてるっていうか。どうしたらいいと思います？大丈夫です、ちょっと行ってみたかっただけですから。正直に言うが、最近の事件についてはさすがの僕も全くついていけていない。モニカがクロニン、トマッシュがソロン、やつらは一体何者だったんだ。そもそも先生は何者なんだ。僕たちの味方には違いないんだろうな。そのつもりか。頼りない答えだが、今は信じるしかあるまい。おお、届けに来てくれたのか。助かったよ。この礼はいずれ返そう。そういえば、しかし今年は何かととんでもない年だったな。まあ何はともあれ、
生徒たちにとっては1年間の学校生活も来節で最後だ。来節の末にはささやかながら卒業を祝う式典を催すことになっている。それまで彼らが心穏やかに過ごせるよう今節もしっかりと職務に励んでほしい。エーデルガルトもヒューベルトも今節は異様に忙しそうにしているな。たびたびガルグマクを出て帝国で何かをやっているのか。エーギル家の嫡子である私には何の情報も入ってきてはいないのだ。何かあれば父が言ってきそうなものなのだが。おお、ずっと探していたのだ。恩に着るぞ先生。だよな、ずいぶん変わっちまって。髪と目の色以外にも何か変わったのか。腕が太くなったとか腹筋が割れたとか。おお、そうなのか。いいな、腕にも変身のやり方を教えてくれよ。課題、聖母での儀式だそうですね。そこで女神様の啓示を受けるって。もしかして女神様が現れるんでしょうか。だとしたら僕も見られるかも。昔から女神様のお姿を想像してたんです。きっとお美しいに違いありませんよ。ところなんでしょうか。僕全然想像つかないんですけど。聖母って要するにお墓なんですよね。それも地下深くにある。啓示を受ける儀式って一体どんな儀式なんでしょうね。
聖母ってどんなところなんでしょうか。僕全然想像つかないんですけど。それはなくして困ってたんです。よく僕のものだって分かりましたね。あります。人のみ宿る精霊の話です。精霊宿した人、強い力持ちます。空飛び、海駆けます。髪逆立ち、瞳輝く。先生とも共通するありますです。先生、伝承のよう精絶な力示すでしょう。感謝です。私落とした観察していました。何故わかりますか。聞きたまえ先生。先生、少し付き合ってくれる。どうしてもやっておきたいことがあるの。行って戻ってくるのに日数を費やすけれど、聖母での儀式には間に合うようにするわ。秘密と言いたいところだけれど、アドラステア帝国の帝都アンバルよ。私にはそこでなさねばならないことがある。ありがとう。そうと決まればすぐに出るわ。お父様、無理なお願いをして申し訳ありません。そのお体では玉座に座ることも大変でしょう。ですが。いいのだ、エーデルガルト。わしに残された時は少ないと理解しておろう。ならば今しかないのだ。感謝します。玉座のまで定冠を授かる。でなければ帝国の皇位継承の儀は成立しない。かつてセーロス正教会の司教が担った見届け役は先生が務めてくれましょう。エーデルガルト、私は帝国のすべてを継ぎます。すべての人のために。これをエーデルガルト・フォン・フレスベルグ、赤き血と白き剣の盟約において総統のわしを神戸にいただく難事を新たな皇帝とする。その覚悟はあるか。クレスベルグの名と古の盟約に従い、フォドラを導き民の安寧を図るため、その座に君臨することを誓います。これで皇位継承は済んだ。結局わしはお前に何もしてやれなかったな。王国へ連れ去られた時も、宰相が恐ろしい行いをした時も、わしは見ていることしか。もう良いのです。お父様、私はお父様の目と拳に救われたのですから。お父様が
私を思って向けるその目を私は信じていました。お父様が固く握った拳から血が滴るのを私は見ていました。私が血を流している時、お父様もまた血を流しているのだと知っていました。いいか、神女を抜け出しては。これはエデルガルト殿下。最初故障が間違っているわ。私は殿下ではない、陛下と呼びなさい。な、まさか。ただいまをもってアドラステア帝国の皇帝はエーデル・ガルトになった。軍務百官を召集して布告の準備を進める。最初お前にはうん、鋼鉄を命じる。外部との連絡はしばらく経ってもらうわ。そんな、まさか。承知いたしました。エーデル・ガルト、いやエル、この国を、このホドラを頼んだぞ。お父様。先生、付き合ってくれてありがとう。これで私はアドラステア帝国の皇帝。もはや立ち止まることは許されない。聖母での儀式を終えたら帝国に戻るわ。あなたともそれでお別れかもしれない。そろそろ時間のようね。皆も待っている。行きましょう。驚きましたか。ここが聖母です。大修道院の地下にこれほどの空間があったなんて。地下へと降りるための巨大な仕掛けもとても今世の力とは思えない。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。この玉座は我らが主女神ソティスが座したものと伝わっています。この玉座に見覚えがありますか。本当に本当にこの日を待ちわびました。玉座に座りなさい。必ずや女神の啓示があるでしょう。どうです、何かあと一歩のところまで来ているはず。一体何が足りないと。そこまでよ。全員動くな。動けば命はないぞ。ここまでの案内実にご苦労。聖母にあるものは帝国軍が全ていただく。帝国軍？どうしてこんなところに。あれは炎帝の配下ではないか。まさか炎帝と帝国がつながってたということか。まさか僕らの国が背後にあったとはね。エーデルガルトさんはこのこと知って。ええ、全て私が指示したことよ。私のもう一つの名は炎帝。学校ごっこもここまでですな、エーデルガルト様。いや、陛下。それお前らはさっさと働け。紋章石も汚え骨も何もかも奪うんだ。あなたは何ということを。神聖な墓所を踏み荒らした罪、その命で贖いなさい。主にあだなす逆徒どもを滅ぼすのです。おい待ってくれ、どういうことだよエーデルガルト。私たち利用したですか。
どうしてそこまで。ごめんなさい先生、けれどこれが私の進む道。学級の皆にはおとなしくしてほしいわね。私の目的は戦いではないのだから。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において命じる。迅速に紋章石を回収しなさい。抵抗する者は殺して構わない。帝国の暴挙を決して許してはなりません。ハントどもを討ち、聖母を守りなさい。紋章石は棺の中だ。片っ端からこじ開けていけ。聖母が暴かれるなどあってはならぬこと。一つでも多くの紋章石を守るのです。さあ参りましょう。これでよろしくって。一気に型をつけてやりましょう。はっ、ほっ、出直していらっしゃい。仕事だ。はっ、自慢にもならん。私に任せてください。の出番だな。出直してきたまえ。焦らず戦おう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。まだ任務だ。自慢にもならん。それでいいわ。紋章石は根こそぎ奪って。もうおやめなさい。あなたたちはその石を何だと思っているのです。
できないな。この経験は糧になる。私も負けてはいられん。つまらん任務だ。力量の差は測れたかね。したぞ。Thank you.
そろそろ危ないな。撤退したいな。なんとかお願いします。これで終わりか。勝負ができた。引きこもっていた一人生。
ね。地獄で寝てろ。足りんな。まだまだですよ。えい。悪いな。殺していいとさ。さて、どう調理してやろうか。先生、言い訳はしないわ。今までありがとう。本当は、いや、やめましょう。
せる。ここまでのようね。残念です、エーデルガルト。ウレスベルグの据えたるあなたが聖教会を裏切ることになろうとは。先生、私の前に立ちはだかるのはやはりあなたなのね。エーデルガルトを切りなさい、今すぐに。この者はフォドラの最悪、主はこのハントが生き続けることを決して許しはしません。ここへ逃げようともセイロス聖教会が総力を挙げて必ずあなたを捕らえます。あなたはこの聖母を汚し、主を貶め、同胞たちを辱めたのです。その罪はたとえ煉獄の炎で焼かれようと、全ての血を流し尽くそうと消えません。上に戻り、今後の方針を立てましょう。エーデルガルトとヒューベルトの二人は行方をくらました。帝国へ戻ったのだろう。捜索と偵察のため騎士をやってやる。新たな動きがあれば報告が来る。最悪の場合、帝国軍との戦端が開かれることは想像に難くない。そうなった時、帝国出身の君たちに祖国と戦う覚悟はあるか。帰国を望むならば止めやしない。君たち自身が決めることだ。エーデルガルトたちが間違った行いをするのなら、私はそれを打つまでさ。俺らがあいつらを止めてやらねえと、このままじゃ戦争になっちまう。僕ははっきり言って戦いたくないですね、彼女のためにも。だけど、いや、その いきなり決めろって言われても無理ですよ。エーデルちゃんやヒュー君には悪いけど、私は先生に従います。彼女、誤りやり方ですならば、私たち正す必要ある、あります。君たちにもそれぞれ思うところはあるだろう。先生とよく話し合って決めるのだ。戦いの始まるその時までに、フォドラの安寧のため、君の力を頼りにしている。教団はフォドラを支配せんとする欲望のために教義を利用し、人々を欺いてきた。かつて帝国を分裂させて王国を作り、王国を分裂させて同盟を生んだのもそうだ。それらは全て人々を争わせ、民の安寧を脅かすことで己の権勢を保つためだった。女神に救いを求める人々の信仰心を利用し、金をかき集め、税を尽くす偽善者たち、彼らはフォドラを導くことなどできない。そんな信仰は打ち砕かれるべきだ。故に私は決断した。アドラステア皇帝、エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において、ここにセイロス教団との開戦を宣言する。信じられん事態だ。状況を整理しよう。君たちが聖母から戻った後、アドラステア帝国がセイロス聖教会と我らに味方する諸侯に対して宣戦した。エーデルガルトは父王を退位させると自らが皇帝になったのだ。彼女はセイロス聖教会こそが
この世の悪だとして民衆に呼びかけているらしい。偵察にやっている騎士が帰還次第、大司教を交えて対応を協議する予定だ。それまでに君は生徒たちが動揺せぬよう見ていてやってくれ。